ストーリーモード、
よ。お兄は拒絶？そんなのありえない。しのぶちゃん、だってしのぶちゃん、私が修行してた3年間ずっとホーニーのことばっかり話してた。ホーニーが授業中なんかあくびしただとか、晩ご飯に何を食べてただとか、ホーニーが捨てたプリントの裏に書いてあったポエムが素敵だったとか、いろ私はものすごく突っ込みたくて仕方ないのですが、ここは空気を読んで自重しておきます。一度もあのしのぶちゃんが、ごめん、ホーニー、私にはわからない。分かったら連絡するね。結局ガーディアンの正体、それでもダメそうな場合は当初の予定通り強行突破しましょう。